絶対かっこいい、こんなん絶対かっこいいやん、こんなん絶対かっこいい、ぜっ、ゾワ嘘だろ。はい、皆さんこんばんは、ラリホンです。さあ、今回見ていくのはピタゴラスイッチ風即死コンボということで、まあステージを使ったね、作ったステージを使った即死コンボということで、前に一回動画にしたんですけど、まあその時にね、よかったら皆さんいっぱい投稿してくださいってね、キーワードをね募集したんですが、まあそれがね、まあ、いっぱい来ましたということで、今回はまあ10種類まあステージ即死コンボ10連発ということで見ていきたいと思います。めっちゃ楽しみ。そして現在募集してるキーワードはこんな感じ。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ステージ即死コンボピタゴラ即死かな。ちょ、今日はねテンポよくいきたいと思います。さあ、ガノンドンキーということで、まあこれは前回もね見たカードではあるんだけど、どんなん来るのか。やっぱりもうガノンが映えるよね、こういうワープがあると。さあ始まったよ。おい、さあどうするんや。そこ、ウェビマークマ使って、あ待って、すごいスタイリッシュでめっちゃかっこいいじゃん。メテオでフィニッシュっていいな。ちょっとどんどん行きましょうか。ステージ即死コンボピタゴラ即死2ということで、まあ、さっきと一緒の人なんやけど、星野源じゃん、おめでとう。さあ、星野源がプレイヤーって分かったらちょっとね見る目が変わってきましたね。さあ、星野源リンクいけ、星野源の英傑いけ。さあ、お、さあ今回ガノンがやられる側やね。さあ爆弾とか使うんかな、どういくんかな。お、アピールしてルーティンかな。はい、上 B かっこいい。おーおーおーおおさあどうするんや。上 B、 上 B は結構重要な技かな。さあどうするんやこれ。えっ、あもうステージに殺されてますやん。星野源リンク強いですね。ステージ即死コンボインパクトメイン、インパクト、まあ、インパクトメインってことは結構ね、おおってなる感じのプレイと呼んだけど、さあルイージか。さあマジで即死コンボか。おお、即死コンボして、そっから始まる 2回目。えっ、何これ、え、3回連続、えすげえこれはインパクトメインではめちゃくちゃ映えてた。即死コンボから始まるピタゴラ即死ということで、えぐい、えぐいぞこれは。ラリホン様へステージ即死コンボ。おいおい、マジかよ、リザードン、マジか、珍しすぎるどんなん来るんやろ。さあガノンをやられ役、フラドライブ、おい、え、絶対かっこいい、こんなん絶対かっこいいやん、こんなん絶対かっこいい、ぜっ、ゾワ嘘だろ、こんなプレイ無料で見ていいんですか。やばいわ、ワープとフレアドライブの相性良すぎですね。ステージ即死コンボ、お、カービィですね。ちょっとねガノンばっかのイメージだったからね、ステージ即死コンボって。ちょっと今回いいですね、いろんなキャラが見えて。さあドンキーのケツに顔を推薦しますけど大丈夫かな。はい、おいおいおい、マグマあるんだね。ええすげえ、今のすごくない。今なんかスイッチ押してさ、下に行ったよな。え、待って待って、巻き戻したい、巻き戻したい、今すごかったよな。スイッチ押してなんかマグマがギヨーンってなって、下の地面がシューンってなくなって、もうやべえ。ラリオン様へステージ即死コンボ2、これリザードンの人のやつかな、2ということで期待ですね。さあピカチュウ、あ、ポケモン好きなんかなこれは。ソナンスでも作ってほしいな。さあ、あ、さあ横スマッシュ貯めてマグマで、うわ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 、めっちゃめっちゃピタゴラスイッチやんこれ、めっちゃそれやん、もうこの時間経ったら入るみたいな、そういう感じがめっちゃピタゴラスイッチ、分かってほしい気持ちが。はめてはめてワープ回復するの待って、何度落ちるんやそこに。ちょっとなんかあのさ、まあそのすごい早くてさ、バン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 ってすごいかっこいいのもいいんだけど、なんか待って待って、風で落ちるのを待って、ようやく入ったみたいなのがすごいピタゴラスイッチ味があって、良きじゃん。作ったステージ、即死コン。さあ、3人おるよ、これ。プリンとか、あ、プリンあの世で待ってるプリン。さあ、おう、ま、ガノンか。いや、まだだよな。うわ、え、まだだよな。え、ほ、うわマジか、そこ、これには天国のプリンも大喜びプリよ。キャラ愛だけのステージ即死コンボ。さあキャラ愛ということで、クッパジュニアかな、まあ、クッパ親子が好きということかな、多分な、キャラ愛ということで。さ あコンボから始まって、ほい、おお、すごい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 ぞ。さ
さあ、上見を使ったのが多いな。さあ、まだ終わらないよな。上見？ああ、いいね。いや、ウエビーをこんなにかっこよく使う人はこの人ぐらい、ほんまに。いや、いいね。キャラーいっていいですね、やっぱりね。すごい。やっぱクッパジュニアのこういうね、プレイ見て僕良かったです。ステージ即死コンボ、三連演出。まあ、三連演出ってことは、まあ、その、初めの方見たルイージみたいな感じで、カキーン、カキーン、カキーンってやっとけるかな。さあ、まずマジンケン。おー、マグマ。おー、おー、すごいすごいすごい。すごい。来たぞ。前にやってけぞ。お、お。もう半分マグマじゃん。マグマ即死コンボじゃんそれ。でもやっぱマグマがあることによってね、映えと分かるよね。ステージ即死コンボラリホンさん。えってことで、これが10個目からラストですね。ラストはガノンで、まあ、締めくくろうじゃないですか。さあ、おガノンドンキーすごい、もう早く殺してって感じで今ね、鼻をねクスンクスンやってましたね。さあ始まるぞ。モーニングルーティーは終わって、はい、どうするんだ。まだモーニングルーティン足りない。まだ足りない。足りない。ルーティン足りない。来た。お、始まった。よし。クーゴ。はい。レッキー？レッキー君から？福島へ？いや、もうかっこいい。マジで。マジで？パッハッハッ。素晴らしいわ。素晴らしいわ、もう。もう怖いわ、みんな。はい、ということで今回ね、こんな感じでした。こんな感じで毎日ね、動画投稿しております。よかったらチャンネル登録と、ツイッターのフォローよろしくお願いします。でね、この動画シリーズにね、動画提供した方はね、画面のキーワードか概要欄にね、他の方法を書いたのでよかったらよろしくお願いします。はい、ということで、なんだこのステージ。ここから出り合えないか。ということで今回、作ったステージね、まあ、キーワード募集したやつとか、まあ、普通に見えてたやつとか見ていきましたけれども、やばいね。これ多分流行るわ。いや、流行ってた、昔。昔流行ってたの知ってるけど、これ、再びブーム来るんじゃないか。この動画がさ、伸びることか分からないけど、まあ、ホムコンみたいにさ、まだなんかちょっとね、何十万とかバズることがあれば、また再ブーム来そうな気がするということで、よかったらね、こんなプレイの動画、いっぱい見てた方はね、ほんまにもういろんな方にこの動画、拡散してもらって、もう広めてください。そうすれば勝手に、流行るんで、流行らしましょう。ホムコンも、生息地も、スピリットも、もうみんなが、入らせようぜ。はい、どうも、シャックザキ TV です。ちょっと昨日の動画からやと思うんやけど、結構テンポいいカット編集を試しまして、まあそのおかげでね、尺がどんどんね、狭まっていって、尺足りやんのやけど、まあね、8分でいいですからね、昔と違って。まだマシなんやけど、まあやっぱ見やすい方がいいですよね。結構、その動画を見る、あるじゃん、なんか画面が暗転するとき。動画ポチってして、その動画が再生されるまで安定するシーンがあるやん。あそこもうバサッて切っとんやけど、やっぱテンポ良くて見やすいですかね。もうこの調子でやっていこうと思うんで、よかったら、よろしく。